こんにちは。誰でも Python チャレンジ。誰パイ。はい。えー、音楽。楽しく鍵盤で音楽をプレイできることを確かめましたね。はい。えー、前回の続きやりましょう。えー、898回。え鍵、ー、盤で弾いた音楽を再生。いいですね。えー、ちょっとソース見てみましょう。結構短いソースですが、えー、はい。じゃんだんとやって、このプレイノートというのが1音を出す。えー、ノートという音階で、レングスという長さ。 の、えー、音を出すすという基本ですね、えー、そして、えー、こんな感じでやってみました、えー。ポイントは音楽をやることができます。そして再生することができる。一つ鍵盤,を鍵盤を弾くとこのスコアに文字列を1行ずつ足していくんでしたね。音階と長さ。それを足していく。でプレイボタンを押すとそれを1行ずつ持ってきて1行の中を前半と後半に分離して前半が音階後半が 長さなのでプレイノートのノートのセックで、えー、呼び出すとそれを行文だけ鳴らすという感じですねはい実行してみましょうはいこんな感じで、えー、いつもこれですねはいプレイをやるとはい OK でしたそして、えー、このままだともう一回やると後ろにただ付け足すので はい新しい曲をやるために、えー、ニューボタンをつけましょうという話で、宿題でしたね。はい、ここ、えー、いいと思います。これで、else if equal new ボタン。ここに new ボタンを置きました。new ボタンを押したときに何が起こるかっていうと、まあ簡単ですね。スコアをか、はいえー、空っぽにすればいいということになります。これで OK ですね。はい、じゃあ、えー、簡単にやりましょう。はい。 で、これは OK ですが、はい、ニューボタンを押すと、えー、はい、ここで押せば、はい、後の方だけ出るわけですね。OK です。はい、えー、できましたので、先に進みましょう。えー、今日は、はい、これをさらに、えー、プログラムから抜けても保存して再生できる。あるいは、 曲の名前をつけて保存できる。まあそんなことをやってみましょう。これも簡単ですね。えー、まずその前にちょっとあれ変ですよね。なぜかというと休符がないので、例えば、えー、ちょっとやさっきの曲をやっていますと、えー、これですね。こう本当は咲いた咲いたってやりたいのに。 これになっちゃうわけですね。ですから、最多の後に、給、え、付、ー、を入れたいということで、給、え、付、ー、まあ、英語で rest っていうので、それで、ちょっとレストボタンを作って、給、え、付、ー、として not イコ、えールマイナス1。なぜかというと、キーは、えー、正の数を使ってますので、今回に。給付にまあ、仮にマイナス1を使ったらどうかというふうに思いますので、えー、まあ、別に0でもいいんですけど、マイナス1を作りましょう。ということで、 まあ、割合簡単な作り方になります。よし、やっていきましょう。はい。えー、ですので、ここのまずレイアウトのところに、給付記号を入れます。えー、どうしましょうか。new の、ニュー,ニューの、プレイの前でいいですかね。えー、ですので、これをもう一個コピーして、えー、じゃあこれ日本語にしますか。res でもいいですし、給付 えー、まあ、給付でいいでしょう。はい。えー、という感じで。ああ。まあ、いいですね。<laughs> はい。で、えー、っと、この、new の次の、えー、L if ですね。L if で、もし E が、はい、給付だったらば、まあ、つまり、ここは日本語にでも大丈夫ですよっていう印に、まあ、ちょっと日本語で書いてみましょうね。別にレストでもいいんですよ。はい。そしたら、どうするかっていうと、えー、まあ、そうですね。 このスコアに、さっきは音符の場合にはノートとセックでした。ですので、これは同じく、えー、マイナス1とセックにすればいいと思います。これに F の、えー、まあ、えー、っと、マイナス1ですね、えー。マイナス1でいいですね。はい。マイナス1と、それから、えー、セック。 これは数字の場合があるのであの実際に後でいろいろ変える場合があるのでちゃんとセックから持っていきましょうはいこんな感じですねはい、えー、バックスラッシュ N してクオールはいこんな感じでいいと思いますちょっとやってみましょうそうすると同じ長さの9付が入るはずですはい9付9付はいプレイしてみましょう OK ですね はい。あれ不思議ですね。なんで今うまくいったんだろうなぜかっていうと、えっ、ー、となぜかというと、これは変ですね。なんでうまくいったんだあ、そうですね。ここが何も起きないので、タイムスリープだけ起きるわけですね。はい。まあ、これが気持ち悪いという方は、えー、もちろんちゃんとやってもいいんですが、 これですねプレイノートを改造もし、えー、ちゃんとやるとすると例えばここで、えー、if ノートが負だったらば、えー、タイムスリープだけこの分ですね length だけ、えー、待ってそして、えー、リターン まあ、こんなことをしといてもいいと思います。しなくても、これとこれが無視されるの、マイナス1のときは無視されるので、多分大丈夫だと思いますけど、一応正しくやるとすれば、こんな感じですね。はい。いいですね。OK です。はい。これです。あなんか、綴りを間違え、かえって、綴りを間違えてしまいました。レングスの綴りを間違えましたね。ここですね。はい。 えー、かっこ悪いですね。はい、OK です。<laughs> まあ皆さんは大丈夫だと思いますけど。はい。はい OK です。はい。じゃあさっきいきましょう。はい。で、今日は、はい、弾いたメロディーをファイルにライトリードする。はい。これをもうやります。まあ多分、できる方はできるでしょう。標準的な テキストの、えー、ファイル入出力の、まあ、復習、勉強っていうことになります。まず保存、保存と、えー、読,み取りボタン読み込みボタンを作っておきます。えー、まあ、これも日本語でも英語でもいいんですが、どこにしましょうか。えー、っと、new の隣に、まあ、どん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 似たような感じで、2つぐらい作っちゃいましょうか。で、適当にリターンして、1つ目が保存。 ま、英語でもいいんですよ。セーブでもいいですし。で、せ、じゃあ今度は英語で。で、こっちをロードにしましょうかね。読み込み。はい。えー、ボタンを作りまして。学譜テキストの保存。はい。これはこういう、えー、with open as F、f ラ i g h t score でやります。もう打ち込みましょう。ですので、えー、この Lif。別の LF ですね。l f e が、えー、まずセーブでしたら、 はい。どうするんでしょうか。まあ、ほとんど大丈夫ですね。今ありましたように、with, open, あ、セーブファイル名を決めとかなきゃなりませんね。まあ、あの、もちろん変化させてもいいんですけど、えー、まあ、今回は、えー、セーブファイルイコール、じゃあ、えー、まあ、イスコアドットテキストまあ、テキストファイルで書きますんで、まあ、こんな感じの 名前しときます。後で、エクスプローラーで名前を変えればいいと思いますね。ですので、セーブファイルっていう名前になります。ですので、オープン、セーブファイル、アズ、ライトですね。シングルコート、ライト。アズ、F として、で、F、ライト、で、スコア。これでスコアを書き出すことができます。もういっぺんに読み込みも作っちゃいましょう。はい。LIFE、F e イコール、ロードであれば、同じですね。似てます。withopen、save file。今度はリードします。えー、いいですね。保存したいときには、ライトモードで、セーブファイルを開いて、セーブファイルとってのは、このファイルを開いて、そして、f ッ i ライトで、スコアの中身を、 学の中身を書き出します。そのファイルに。読み込むときは、同じく、セーブファイルをリードで開いて、そして、スコアイコール、こういうふうに、f.read。もういいですね。はい。これだけで,いい,でいいと思います。念のために読み込んだスコアをプリントしますかまあ、これはどちらでもいいと思います。はい。これでもうできましたね。 はい。学譜テキストの保存。with file as 読み込み。同じです。よく見て、止めて、よく見て、書いてみてください。はい。これで OK です。動作確認しましょう。えいいですね。じゃあ、いきますよ。同じ、ソースのある場所と同じ場所に置かれることになります。えぇ、ー、休 はい。まあ、プレイしてみますか。はい。いいですね。そしてこれをセーブします。で、抜けます。まあ、エクスプローラーでファイルを見てもいいんですが、 もう一度ランして。もちろん今プレイしても何も聞こえません。ロードして、プレイすると。OK ですね。はい、えー。ちゃんとできることがわかりました。いいですね。一番標準的なこのスコア。 このするためにわざわざスコアはテキスト形式で読み、読んでわかるように。これがスコアの中身ですね。60、0.5秒。62、0.5秒。64、0.5秒。いいですね。同、レ、ミ、休零0.5秒。こういうファイルを全音節分作ってやりました。さて、面白いのは、これ、学譜ファイルはテキストですので、 えー、メモ帳とかのエディターでいじると変えることができます。ちょっとそこだけ面白いのでやってみましょう。ここですね。この Y スコア。はい。これ、ちょっとダブルクリックするとこんな感じでテキストで入っているのがわかります。ですので、これを直すことができます。例えば今、ドレミドレミこの、例えば2個目の、これを、えー、まあ1、 一音と、これになってんのを、ここを例えば1.0にして、給付を除くことで、長い音で、で、この次の行を除き、給付を除きます。はい。いいですね。ここを1.0にして、次の行をなくします。こういう風にすると、 えー、ドレミドミサミレドレミレ最後、レで終わったの嫌いなので、最後をドに戻します。で、長さを1.0にしましょうか。はい。こんな感じで手、もう直しちゃいます。で、セーブして、ロードしてみます。そして、プレイします。れ、ドいいですね。さっき打ち込んだときは、最後の音は、 レミレーだったのを今手で直しましたのでレミドになっていますこのようにテキストファイルをメモ帳で直してそして、えー、適当に、えー、修正するもし間違えたり、えー、それから変えたい時は修正するということができるということが分かりました是非これでいろいろ長い曲も打ち込んで遊んでみてくださいよろしいですねはいまた次見てください次はそうですね 楽器の音色を変えてみましょうかねと思ってます。はい。また見てください。えー、199回。次は200回ですね。さよなら。